皆さんこんばんは。改めまして、こんばんはでございます。こんばんは、看板娘看板男のコーナーでございます。こんばんは、こんばんはですね、なんと100回記念でございますよ。100回よく続きました。おめでとうございます。えい、すごい、100回ね。自分たちで自分たちでおめでとうと言ってるこういう番組もなかなか面白いですねということで、今日はスペシャルゲストということですね、はい、まあ本当に僕たちはこれ2年半ぐらい続けてきたんですけども、2年ですよね。でも2年半続けるだけでも相当まあ苦労はした、苦労って言ったらあかんけど、まあ努力はしてきましたけども、その10倍以上すごいですよね。この和歌山老舗のライブハウスずっと経営されてて25年ですね、もうその今日はオーナーにね登場していただきましょう、はい、早速ですが松本先生よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。こんばんは、ようこそ。カメラ目線でどうですか、なかなかこのライティング結構眩しいでしょまあでもオーナータイムのビジュアルに自信ないから余計言わないけどよう言いますわそんなこと。まあ本当に渋いね、ね、渋いで、いつもラジオでももう声がほいとまた渋いし、ラジオ聞いてくれてる、もちろんですか。ちょっとラジオのこの低音ネックとかで、それこれでそんな話して低音渋いで、はいはい、渋いっていう話したら、はい、あれお前酒飲みすぎてこれ出やんねんでしょっていうボロッと言って収録の時って昼間でしょあれ、そう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 、だからもう前の日深酒した時なんか声ものすごい低音、あれがまたセクシーなんですよ、セクシーなんですよ、ね、でも夜話じゃ聞こえるんよ、もうボビー回しもするあれ何時頃ですか、夜中流れてるみたいな、ね、夜8時からと再放送が夜中12時です、ね、そうですね、確か金曜日じゃん、金曜が再放送です、ですよね、だから僕らこれ準備終わって帰る時に、はい、ちょうど帰る時で12時とかそんな時間帯ですわ、うん、まあということで、あのラジオの話になってしまいましたけども、まあちょっとこうオールドタイムのそのまあ歴史っていうのもあるんで、はい、まあ和歌山の方でね見ていただいている方は、まあ、ある程度よく知っていただいていると思うんですけど、はい、全国放送なんで、はい、和歌山といえば和歌山のライブハウスといえばオールドタイム、はい、オールド、まあ、タイムというんですけども、その松本さんからちょっと言ってください、その何て言う、作ったきっかけとか、そのなんでしょう、うん、もう25年で、ね、25年なんですが、はい、僕がまあオールドタイムへね、はい、最初入った時っていうのは雇われやったんですよ。あ、そうなんですか。京都でずっとと音楽やってて、はいはい、でまあ和歌山でね、まあ、音楽やる場所はいくつかはあったんですが、うん、きっちりまあライブハウスとしてやってるところではなくて、うん、でまあ知り合いを通して音楽経験者に店を任せたいということで、うん、最初はまあね、雇われ店長で、で7年くらいやって、そこから自分でまあオーナーに、うん、はい、なったっていうことです。まあ、通算25年ですね。和歌山のあそこに一番その前僕行ったんです、地下のところですね。そうです、あそこがもうそしたらこの天井でされたんですけど、それで25年かなんかいいな、ね、年取るはずやね、年取るはず、全然若さ変わらないですよね。スマートやし、ほんでもうこれ体質でね、まあ、飲むのと声も全然張りがあって、もうたまにこう歌われたりしますよね。もう最近若手をこう育てるばっかりで、うん、まあまあねまあでも歌われたら渋いんですよ、ね、今日はちょっと一曲ぐらいやってもらいたいなと思って、今日はお願いしてるんで、まあ後でやってもらいましょう。学会記念やから、はい、ね、ちょっとなんかやってもらおうと思いますが、ね、まあその前にせっかくね、今日は、まあ、宣伝もしたいことももちろん目でもあると思うんですけども、はい、この和歌山でオールドタイム、まあ、そのライブハウスっていうのが僕ら、まあ、地方って言ったら怒られるんですけど、なかなかそういう旬なアーティストを呼んだりとかするって難しいやろし、うん、来たとしても、うん、まあ、集まってくれやんかったら、その経営的にもいろいろと大変やと思いますしね、はいはい、まあ、そういうことをまあいろんなグローバル社あると思うんですけどもね、うん、実際どうですか、その有名な方来られますよね、はい、でも実際行けてない時もありますよね、僕らも、うん、まあ、その辺ね、まあ、テレビに頻繁に出てて、もう本当に一般の人に知られてる人って言ったら、まあ、会場もそんなに大きい店じゃないし、はいはい、すぐ満員になりますけど、まあ、ジャンル別にそんなにまあメディアにとかテレビには出ないんだけども、まあ、大物ってありますよね、はい、まあ、ジャズであったり、ね、まあ、いろんなジャンルで、でそういうのをまあ応援する意味も込めて、できるだけまあ和歌山で、はい、いい音楽を提供したいっていうのがあるんですけど、うん、
まあ、はっきり言って集客は毎回厳しいですね。あれはやっぱりあるんですか、あの集客っていうのは口コミっていうことにもまあ若いもなると思うけど、はい、意外とその口コミがありそうで、うん、なんか媒体が難しいよね。なんちゅうかな、怒られても思うんですよ。まあ地元の情報誌、うん、まあその辺をねできるだけ書いてもらったり、もちろんうちからの DM とか、はい、あのライブスケジュールのね、あのチラシとかやるんですが、パッと見てこうじっくり見るっていうのはなかなかなくてね、やっぱり音楽好きな人でも自分の好きなジャンルとか、まあ、特に自分の好きなミュージシャンとかシンガー、それ以外のところにそんなにこう広く目を向けるっていうのはまだまだ少ないような気がしますけどね。まあ僕もいつもライブね、僕もなんちゃってライブあのステージでちょっとたまりにあのあれするんですけど、させてもらうんですけど、おあのオールタイムそのスケジュールの、あの僕が一番関心するのはオーナーにね聞きたいのは、あんだけライブ開催してて毎日のように、まあ、ほとんど営業イコールライブですよね、はい、うん、普通まあ何でもそうですけど、なんかイベント会社で、まあ、僕らでもイベントなんか打つ時に、うん、1個会場借りてイベントするってそれだけの労力かかるじゃないですか、うん、それ毎日ずっとやって、うん、ずっと営業してるわけですね、うん、それってものすごい疲れますね。もうほんまに疲れるっていうか、まあまあね、すごいなと思って、エネルギーが。まあそれもこれもその、まあ、地元にライブをやってくれるミュージシャンありきです、はいはい、で月に何回かはまあもちろんプロの人も来てもらってますが、支えてくれてるのはやっぱり地元のアマチュアですよね。なんかそういう人たちがまあ中心になって何日かスケジュールを埋めてって、はい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 、でこっちからオファーしてプロの人来てもらったり、またはツアーのミュージシャンが向こうからオファーしてきたりとかっていう、まあ、そういう組み合わせで何とか埋めてってるっていうところなんですけどね。すごい。で、まあ、もちろんあの和歌山の知り合いのね、あの仲のいいミュージシャンの方で行く時はもうちょこちょこ行けるし分かるんですけど、はい、でまたこの間僕はあのネットで検索してて、うん、今のはちょっとこうワンフレーズ聞けるってやりますよね、うん、どんな歌や、うん、あれいいですよね、うん、で僕あれこれ の根村さん、うんうん、うわなんかすごいええ感じみたいな、まあ、それで興味持ってくれたらね、そ もそれだけで聞いたんですよ、うん、ほいたらものすごいハマって、うん、すごいなってちょええタイミングだったですね、うん、でもそういうふうないいアーティストが来られてるって聞いて、うん、やけども知らない方もまだ多いやん、そうですね、それがもったいないなと思いながらね、うん、まあ、こういう番組でもちょっとでもこう、うん、あの少しでもね貢献できればと思うんですけどね、うん、ありがとうございます、はい、なんか一回も足を踏み入れたことのない人にねどんどん来てほしいと思いますね、うんうん、例えば主婦であったり、うんうん、もうそのオールドタイムっていう存在も知らんかったし、そういう生の演奏がおきあの地元で聞いたことがないっていうような、うん、あの女の人とか男の人にもちょっと範囲を広げてね、みんなね、うん、来てもらったらそれいいですよね。いや僕これだね、僕もこれだ、そうでもオーナーで良かったです、僕言っていただいたんですよ、うん、で歌いたいこと伝えたいことの伝えたいことでいいよって言ってくれたんで、うん、僕もまあそんなプロではないんで、うん、そんなところでねあの出させてもらうは悪いんやけどって言って、うん、一応言ったんです、うん、でも やりましたよね、3回ほどやって、うん、ほんとね初めてなんですよこんなとこヒデさん来んのって言ってね、あのやっぱり主婦の方のことはやっぱり感心してました。なんかこう青春を見て、青春っていうか、そういうあのライブハウスっていうなんかその私ら行くとこ違うと思ってたって、その今言うた通りなんですよ。そうやね、もうそう思い込んでる人もね、なんかちょっと入りにくいみたいな、うん、私は別にでき何できるわけでもないし、ただ聞くだけで残ってる、なんかこうもう最初からね、うん、行くとこじゃないって、そうそうそう、音楽は好きやけどライブハウスはみたいな、うん、それでも確かに 僕自身も、うん、なら来ないで失礼、うん、もう言うていいですか、うん、ボレー行くんです、うん、こ今やから仲良くなったからこうやってもう近づけますけど、うん、オーナーってものすごいやっぱり持ってたんですよ、うん、オーラを、うん、やっぱりそのなんて近づきにくいみたいな、あのスペシャリストっていうね、やっぱこだわりのあるっていう、うん、音楽こだわってるオーナーで何十年も老舗やってる人やからって言ったら、うん、もうそれだけでも僕ら敷居高いから、うん、そこの近い降りて行くこと自体が知り合いと行かないと行きやんとか、うん、そのイメージは確かに僕がもう数年前にありましたね。で7年ほどか8年ほど前からちょっとこうちょこちょこ、うん、のね、ペンリーさんとかあれして、うん、ほんでオーナーと今度来たこの方やったらそんな感じですよ。まあ単なるアホですよ。いやいやいや、ほんまに言うたら悪いですけど、もうねこれ僕らあの若山に限らず、はいはい、
僕もまあ京都でねずっと音楽活動やってて、向こうの店の人とかも最初は僕らミュージシャン自身もね、うん、ライブハウス入るのも勇気いるし、はいはい、まあ、して出演をお願いするとかね、うん、すごいやっぱり勇気のいることなんだけども、まあイメージで印象でいろんな店の人今やからまあね、つながりもあるし知ってるんだけど、どこのまあオーナーマスターにしてもアホですよもう音楽好きで好きでせやからもう長いことやってる、酒飲みは多いし、で音楽論議になったらわわやるけど、別にそれ以外のね難しい話あんましませんなんとかやっていこうねっていうね、だからまあイメージはねそういうふうに思ってる人も多いと思うんですけど、まあ本当に気さくな人も多いですよ。僕は単に顔がなんか怖い顔みたいな、普通にやっててもなんか怒ってるみたいな思われるみたいな、でそれがちょっと酔っ払ってくるとこうへなーってそれあるね、まあそうだね、もっといろんなことにね、なんかライブハウスをこう活用して ね、 どんどんね全然違う、その今まで使ったことも、まあでもそんな翔ちゃんもあそうツインクルで使わせていただきました、ツインクルのなんかね、はい、イベントで、はい、まあ、そんなのもあれね、ええか分かりますよね、ほんならだんだんこうみんな交流しやすくなってきて ね、 うん、まあ一緒に楽しむという部分もね、はいはい、ないと、もちろん経営者ではあるけど、その日のイベントを一緒に楽しむっていうところがないと、やっぱり、ね、だって大浜の時はもう何十十何年ぶりに来るわとかっていう人、若い時は一回でもオールドタイムに足を運んだことあるけど、もう私オールドタイムってもう十何年ぶりやわとか、一回も来てない、来たことないわっていう人が大半やったから、まあ、どんどんそういう機会でね、そういうのをほんま増やしたいっていうのがもうほんまに、ですよね、楽しいことどんどんしたいですよね、なんかね、うんうん、楽しそうなことしてたら人も自然に寄ってくるから、なんかワクワクするような楽しいことね、なんかやっていけばね、もうこれから翔子ちゃんがじゃあオーナーの横に一緒におってもうそれだけで翔子ちゃんのほんま人ね、すごいですよね、そんなことないですよ、いやほんまいろんな人を連れてくるね、楽しいことしてね、まあその楽しいことっていうことであれなんですけど、音楽にかけるなんか楽しさということで、なんか伝えたいことっていうことで今日書いていただいてるんですけど、まあライブ楽しんでいただける、これを伝えたいということなんだけど、その音楽に対するこだわりというんですかね、まあオーナーやったらどんなことなんですかね、この何でしょう、音楽をどう楽しんでもらおうっていうことに、まあこだわってることとかあるんですか。だからね、まあ、さっき翔子さんの話も出たように、その行くきっかけがなかったとか、で私らそういう場所にはふさわしくないろって思われる方は確かに多いので、でいかにそういうところへ幅広くねアピールもせなあかんし、もちろんいい音楽提供せなあかんし、それではまあ情報も含めて来やすくするとか、まあ、いろんなことあると思うんですけど、横のつながりもそうだし、だからまあその辺はね、いい音楽をできるだけと思っても、まあ、まだまだこれから、今は下手だけど上手くなっていくっていうアマチュアも もちろんだし、だからこう均等化はできないんですね、だけどできるだけライブを楽しみに来てくださいというその熱意、これはもう常に持っとかないと続けていかれへんっていうのもあるんでね、だからまあ方法のこれというはっきりした切り札みたいなのもないんですが、とにかく自分自身はその熱意だけはもう絶やさず常に持っとかないと、でそれとまあ本当にすごいプロの方が来られた時にそれぐらいのテンションで同じようにコミュニケーションも取らなあかんし、だからまあ同じように気さくにお酒を飲み交わしてプロの方とも仲良くなったりとかね、で一回来てくれた人が店のことも気に入ってくれてまた来てくれる、それも非常に大事なことで継続ですよね、今までで、ね、いろんな大物が来ていただいてると思うんですけど、一番嬉しかった大物さんって、まあ、清志郎さんがほんまに来て、うわこんなこと実現するんやねと、で昨日もね、昨日まあたまたま清志郎さんのメインそうですね、やってますね、で、まあ、うちでも、清志郎ナイトっていうのをやって、地元の、まあ、清志郎さんを大好きなミュージシャンがね、やってイベントやったんですけど、実はその5月2日という日が
オールドタイムが以前の場所から移転した記念日でもあるんですよ。で移転して、まあ、丸4年なんですが、うん、4年前の5月2日にね、うん、リニューアルというかもう移転、はいはい、ニューオープンでこけら落としだったんですが、うん、あのリハーサルやってる最中に訃報が入って、うん、でまあみんなでオープン記念でわーっていこうと思ったのが僕自身ちょっとテンション下がってしまってもう大好きな人やったから、ね、高校時代からもうよく聞いてたんで、うん、そんな思い出もあります。でまあふと振り返ってみたらやっぱり清志郎さんがオールドタイムライブに来てくれた時の感動っていうのはやっぱりね、うん、今までであれかなっていう、いいお話、うんうん、すごいね、なんかいろいろあんねんなと思って、うん、それほいても昨日のことですね、そうそうテレビでそれ、うんうん、しかもねその移転してた時にまさに清志郎さんがお亡くなりになられて、うん、それが知らせ入ってっていうのもね、うん、なんかすごい縁感じますよね。それ逆に言えばなんかこう使命を感じますね。いやほんまに ね、まあ、もう清志郎さんがオールドタイムに来ておるのは2000年の時だったんですよ、はい、もうだから13年うん、その時の、まあ、ツアー用のポスターのね清志郎さんの顔がアップになってますけども、それを今もやっぱり店に貼ってまあまあそういうその時の感動とかすごいもう忘れんようにと思ってね、うん、額に入れてないんやけどね画でポストパーンってでもあの今の高校生とか、うん、もう清志郎さんのファン出ていっぱいいるでしょ、うん、そういう若い子たちってあのオールドタイムに清志郎さんが来たっていうことなんか知ってますかね。みんな知らないじゃないですか。いややっぱりね本当知らない人ももちろん多いですよ。多分、うん、あのうちの息子も清志郎大好きなんですけど、うんうん、あの高校生ぐらいの16とか17、18ぐらいの若い子たちが清志郎さんやっぱ好きっていう子どんどん増えてきて、うんうんうん、でも多分和歌山のオールドタイムに清志郎さんが来たって、うん、私も早速今日は帰ったら、うんうん、私言ってたって言います多分知らんかったと思う、うんうん、であの頃の口って来たんって知ってる知ってるってなるから、うん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 、そうやね、そうそう多分知らんと思う、うんうん、大体もうその年代的にねやっぱりもうプツッとも知らん人っていうのはやっぱりだから高校生のイベントもたまに見ててありますけど、うそういう時にこうねさっき言ったハッタールを見て、えこれ来たんですか、ね、やっぱりびっくりしちゃうからね。いやそうでしょうね、うん、話やな。でも25年っていうとさいろいろ歴史あると思うわね。世代交代っていうんですかあの ねずっと、うん、そうか、いいもんは何年経っても素敵なんですね、うん、うん、メッセージ、はい、はい、あ、池岡さんこんばんは、いつもありがとうございます。こんばんは。その当院ね、ライブのやってない日ってあるんですか。そんな日はお店はどうなってるんですか。飲みにだけ OK なんですか、うん、っていう。あもう大歓迎でございますよ。飲みにだけ OK っていうか OK です。 OK です。もうやってない日ってあるんですか。あのたまにね、バーナイトみたいな感じの時とか、はいはい、でまあ、そういう時ちょっと100インチのスクリーンに DVD の流してね、はい、とかもあるんですが、まあ大体ライブやってるんでね、ライブの入ってない日店休み取ってるんでただまあライブがもう10時までに終わってる日もね、はいはい、あるので、でその後まあね飲みにだけ寄っていただいても大歓迎です。うん、昔はね僕らが経験したライブハウス